Miss International 2012 is...今週は大変嬉しいニュースがありました。ご覧のように今月21日沖縄県那覇市で行われたミスインターナショナル世界大会で鳥栖出身のモデル吉松郁美さんが優勝しました。吉松さん、おめでとうございます。おめでとうございます。69の国と地域の代表が参加した世界大会、日本はもとより世界が注目していました。プレッシャーも相当だったと思います。ミスインターナショナルはミスユニバース、ミスワールドと並ぶ世界的な美の祭典です。ミスインターナショナル世界大会は今大会を含めて52回開かれていますが、日本人の優勝は吉松さんが初めてです。まさに快挙ですね。ブルーのドレスが吉松さんの雰囲気にぴったりでした。それでは吉松さんのプロフィールから教えてください。はい、吉松郁美さんは1987年生まれの25歳、身長は170センチです。鳥栖高校出身で清新女子大学卒業後、現在は東京でモデルとして活動しています。東京タワー親善大使や鳥栖の観光大使なども務めています。今回の世界大会出場は昨年行われた日本代表を決める大会で2597人の中から選ばれました。取材した記者によると、明るくとても気さくな人ということです。本当にそんな感じがしますよね。吉松さんの目の輝きと素敵な笑顔が印象的です。吉松さんを含め69人の国と地域の代表は今月1日に沖縄入りし、親善大使として女性フォーラムや地域交流イベントなどに参加しました。ここではコミュニケーション能力、社会貢献活動などが審査されました。そうなんですね。外見の美しさだけでなく、時間をかけて総合的に判断されるんですね。本当に厳しい審査なんですね。はい、まさに究極の才色兼備な女性を見出す大会です。そして決勝大会ですが、69人の美女たちが華やかなステージを繰り広げました。吉松さんのステージをご覧ください。今まで52年間の歴史の中で日本人が優勝することはないというのをずっと前から聞いていたので、本当に夢のような一瞬でした。あのミスジャパンって言われた時に、本当にこれは現実なのかなっていうのが本当に正直な気持ちです。
この3週間ミスインターナショナル日本代表として過ごしたんですが、まあ、いろいろ私たちはバックグラウンドも違います。69カ国のミスたちは文化も違えば宗教も違うし、本当に育ってきた環境が違うんですけれども、私たちの友情には国境はないというのを本当に確認した3週間でした。なのでそういうことをこれからも日本から世界平和を世界中に発信していきたいなと思います。私は地元が佐賀県なんですけど、同じ九州地方として沖縄の温かい皆さんの声援を本当にありがとうございました。いつもアクティビティで沖縄の人たちがジャパンジャパン、佐賀県出身なんでしょって言ってくれるのがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。最後に吉松さんからメッセージです。佐賀の皆さん、改めまして佐賀県出身、そして日本代表の吉松郁美です。いつもいつも遠いところから応援ありがとうございます。私はいつも東京で活動してるんですけど、皆さんの応援が一番ありがたいし温かいと思ってます。いつも応援ありがとうございます。バイバイ。ミスインターナショナルとして日本佐賀の代表として吉松郁美さんには世界に羽ばたいてもらいたいと思います。そうですね、これからのご活躍楽しみにしています。